甘くて、急いでも配信になっちゃうんだけど、ファンデーションしかやってないんですよ。だからちょっとファンデーションやったんだけど、ファンデーションになってまだ眉毛とかね描いてないんで、昔はよくやってたな、メイク配信やってたよね。金曜日の声みたいになったら、まず真中ちゃんと仲良くついた、仲いいもんだって、だって仲いいもん。だからメイクしなくても大丈夫って優しいね。でもメイクしないといけない、てかさ、次に食べに行きたいラーメンどんな系と思うんですか。味噌かな。味噌食べたいか。ちょっと急いでるんで、さっきの気にしないでください。ラーメンは何ラーメンが好きなの、みんな。私味噌。てか島根がちょっと違うのか、私の家族がおかしいのかちょっと分かんないんですけど、ラーメンじゃなくてラーメンって呼んでた。味噌だったらやっぱフックやん、フックっていうお店があるってこと。ちょっと辛いネギが乗ってる、いや普通のネギがいい。普通のネギで、そうイントネーション違うの。ラーメンって呼んでた。島根かな、それとも家族かな。味噌バターコーン大好きね。おっちゃんラーメンとかないの？
島根にしかないのかな。そんなことないか。サジンリップ塗っちゃう。これは後でいいや。あっちゃんラーメンっていうお店とかないんですか？え、これ島根にしかないんかな。別にチェーン店ではないってこと？寸胴屋とかは？いろんなラーメン屋さんがあるんだ。ああ、メイク難しいよ。近のパーティーの歌いだし、いなくもなかない。え、それな、毎回思うわ、それに関しては。お調子、いなくもなかよって毎回思うわ。見返すね、ね、珍しいよね。だからレアだよ。どうもメイクがめんどくさくなっちゃった今日は。17度って微妙だよね。わかんないんだけど、17度って。昨日日の照りが一緒にいるのが分かった、ね、多かった多かった。よく落ち着きです。17度は難しいな。暑くもなくて寒くもないし、結構暖かいかさ、どうしようかな、どんな格好で行こうかな。あ、でもそんな夕方くらいは寒いでしょ。昨日結婚式行っててめちゃくちゃ幸せ。いいな結婚式。あ、16位になった、ありがとうございます。嬉しい。帰り遅いなら、羽織るもの、あと確かに羽織るもの持っていこうぜ。いいな結婚式。私も友達が結婚とかしたら行くんだろうな。あ、おめでとうってなる。
かめっちゃちっちゃい頃に、ね、旅行して出たことあるけど、なんか親は親お母さんかな、のなんか感じの人とか。ケーキ運んだ覚えが、異世界の早い人は結婚し始めるよね。確かに私もそんな日が来るのかしら。ひなは友達教室でスピーチとかしてた。しない、絶対しない。早く実習公演で情熱可愛いひな子と声出ししたいなって。してくれるの？時間間に合う？だってうん、なんかねもう微妙、なんか微妙だけど、微妙って感じかな。あん、じゃあまず服も決めてないし、今何の服着ようかなって今考えてるんだと。なんか本当にキリッとしてるね私って。そう、一回待って、汚いね後ろ。でももうどうしようもできない。これこれでも落としとこう。やめるよ。まあまあまあ、いろいろ時代じゃ、ちょっと待って。よいしょ。ちょっと一回。生活感、確かに生活感ありすぎ、困っちゃう。にゃんちゃんがこっちを見て寝ています。すごく寝ています。いつも床座ってないよ。あ、どういうこと？にゃんちゃんがってこと？ちょっと手が濡れてる。生活感ってやつです。だっていいでしょ。髪の毛はね、暗く染めたいんだよね。そろそろ。どう思う？反対？賛成？じゃあどこにお出かけというか、お仕事さんですって。あ、違ったに。そう、暗くするね。じゃあなんか暗い方がさ、落ち着かん。落ち着くよね、暗い方。
私はそう思っている。でも一度は明るいのもやってみた。こうやって涙袋を描くときはこうやってってやるとこじんてきにいいと思ってる。でちょっとぼかす。茶髪に、え、茶髪似合う？私茶髪ってさ、てか私髪の毛一回茶色に染めたことあるけど、なんか根元が暗くなって、最近茶色にした。あれ最近でもない、いつしたっけな。最近茶色にしたよ。最近じゃないけど、いつだっけな。なんか今年の2月とか。根元が暗くなるのがプリンみたいになるのが嫌で、ちょっとめんどくさいなって思っちゃって。多分髪の毛染めるの向いてないかもしれん。だいぶ前だよ。それ以降はずっと暗く染めてる。もうメイクよくわからん。一応これ持っていくか。いや、いらないかな。いや、まあ一応ね、一応これね。でこれはマジで大事でしょ。これはもうまあ大事、これはもういいか。月一とかそう結構茶色いよ今。めっちゃメイク薄いよね、私こう見たら。そんなことない、目が薄いのかな。まあいっか。あと服決めるだけだな、正直。薄く感じない？めっちゃ薄いよ多分。アイシャドウ塗ってないのよ。涙袋描いて、あ、涙袋にちょっとラメ乗せて眉毛描いてリップ塗っただけ。服どうしよう。今ね頭の中で考えてるけど、チークは塗らないですね私。公演の時は塗ってるけど。あ、15位だって。ありがとうございます。嬉しい。15位。絶対目の前で見たら違いすぎると思う。いや絶対そんなことない、本当に。早くなっちゃうでも全然 OK やって。 OK、 どうしよっかな。モンクレのダウン、いやダウンは熱くない、ダウンは熱くない、ダウンは
5度とかで着たい。10度、10度はどんぐらいかわかんない。イライチするかもって言ったけど、それとして何時間なのか分かる？そうなんよね。本当に分かんないんだけど、まあもしかしたらの時間は23時とかかな。ちょっと分かんないけど、多分23時ね。おち逆算、逆算しとくねって、ありがとう。せめてやる30分前の、そうだね、早めに教えます。明日二時起きなの？やばいね。それはそれはえぐい話よ。やるとしたら23時かな。この後は待って、本当に服どうしようどうしよう。作ってね、本当に迷っちゃうよね。コントくらいが違いですよね。確かに。でも私昼はその今から出るってじゃん。だからなんか一回ね外出る時が結構遅めだから、あとは室内にいるって考えたら寒いのかなって思わない？って思ってるから、ちょっと熱いし、なんか持っていく、僕はパーカー着ています。パーカー寒くない？普通か。3分前だって。じゃあちょっとランキング読むか。13位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。12位ひろゆきりんアットマーク料理選抜がんばらさん、ありがとうございます。11位ダブルアットマークなこしさん、ありがとうございます。10位時給250円さん、ありがとうございます。9位アイスカフェアットマークリランチュさん、ありがとうございます。8位マボルシさん、ありがとうございます。7位ヨセリア1号さん、ありがとうございます。6位リョーパンアットマーク終了ロスさん、ありがとうございます。5位ニャーカットマークニャコイオシさん、ありがとうございます。4位オンコヘイデアットマークひなこイチオシラブさん、ありがとうございます。3位キュー、なんて読むんだ、キュウリ、キュウリさん、ありがとうございます。2位レディオスジンオシさん、ありがとうございます。
そして1位はカンナッピアットマーク、今日も大好きレオンさんでした。ありがとうカンナッピ、ありがとう。3位はキュウリって読むの、じゃあ QRI さんって一応言ってこう、違ったらあれやかな。じゃあ今15位ですね。嬉しい、ありがとうございます。この調子で今日も頑張ってきます。ファイティング。じゃあちょっと待ってね、あとこれぴったりにちょっと多いよね。今日も頑張るのでみんなも頑張ってね。それではもうちょっとだ、バイバイ、またねー、なった、バイバイ。